20世紀後半、世界の二大大国は約半世紀にわたって直接戦争することなく間接的に戦い続けてきました。冷戦の歴史を地図の上でたどっていきましょう。第二次世界大戦で世界中の人々が大勢死に、ヨーロッパの主要国家は非常に弱っていました。この戦争でアメリカとソ連は仲間であり、ドイツや日本を打ち負かすために協力して戦ってきました。ソ連ことソビエト社会主義共和国連邦は、地球の陸地の6分の1が国土という見た目からして大きな国家です。15の共和国から構成される連邦国家で、共産党による一党独裁体制を敷いていました。アメリカ合衆国はソ連の共産主義とは反対に資本主義、自由民主主義の国です。核兵器を引っ提げた世界最強の軍事力に加えて、産業的にも経済的にも世界一の規模を誇っています。この2つの超大国は、大戦後のヨーロッパをなるべく自分の影響下に置きたいと思っていました。アメリカは民主主義に忠誠を誓った国に対して大きな経済援助を施し、ヨーロッパをアメリカ寄りな勢力で固めようとしました。ソ連も自国に面している国々に対して共産主義政権を樹立して、ソ連寄りの勢力を広げようとしました。ヨーロッパはアメリカ勢力かソ連勢力かで分かれ、この境界線は鉄のカーテンと呼ばれました。戦争で大きな被害を受けたため、ドイツから取れるものは全て取りたいソ連と、今後の世界の発展を考えてドイツの復興を優先したいアメリカで軋轢が深まります。東側にある首都ベルリンも東西に分割して、それぞれの勢力が占領していましたが、占領方針をめぐって対立が深まった結果、ソ連は西ベルリンを封鎖しました。アメリカやイギリスは大規模な空輸を行うことで西ベルリンに物資を届けるという形で対抗しました。互いが互いを恐れ、アメリカ側は社会主義者を、ソ連側は資本主義者を弾圧し始めました。例えばアメリカでは、社会主義や共産主義に賛成するような政府職員が解雇されました。映画の街ハリウッドでも、共産主義的な俳優が何かと理由をつけて次々逮捕されるなどして混乱が生じました。一方ソ連でも政府に対する反対勢力を抑え込んでいました。2つの大国は政治という枠を超えて、科学、工業、宇宙、スポーツ、産業、軍事など様々な分野で競い合いました。ソ連は軍需産業に大きく投資し、1949年に自国初の核実験を成功させました。同じ年、アメリカは NATO を設立し、西側諸国による軍事同盟を結びました。ありとあらゆる面で2つの勢力は間接的に戦い、どちらが上なのかを競いました。冷戦下で初めて戦闘行為が行われたのはギリシャでした。ソ連ユーゴスラビアから支援された共産主義のゲリラ民兵と、アメリカイギリスに支援された国王軍が内戦を起こしたのです。しかしユーゴスラビアは必ずしもソ連の言うことを聞かず、怒ったスターリンはユーゴスラビアを社会主義陣営から追放しました。その結果、支援を失ったギリシャの共産主義ゲリラは力を失い、国王軍が勝利しました。これをもってギリシャは西側諸国の一員となりました。中国では3年間の内戦の後、毛沢東率いる共産党が中国全土を掌握。それまで国を率いていた中華民国政府を台湾に追いやりました。ソ連にとって中国が自分と同じ思想の国に生まれ変わったことは2つの意味で朗報でした。一つ目に、北朝鮮と韓国の内戦時、中国と一緒に北朝鮮を支援できるようになりました。対する韓国はアメリカの主導する国連軍が支援しました。戦争は3年間続いた後に停戦となりましたが、南北2つに分断されたまま現在に至ります。中国はまたフランス領インドシナにも介入し、フランスに反抗する共産主義の民兵を支援しました。フランスは先の大戦で弱っていたこともあり、植民地の確立を諦めました。ベトナムは北緯17度線で分かれ、ソ連、中国が支援する北ベトナムと、フランスの後を継いだアメリカが支援する南ベトナムが戦争を始めました。西側諸国が NATO を設立したのに対し、ソ連はワルシャワ条約機構を設立して軍事同盟を築きました。エジプトではスエズ運河を国有化するというエジプト大統領の宣言に反対するイギリスが、フランス、イスラエルとともに戦争を起こしました。
ソ連はもちろん反対します。しかしアメリカはイギリスを応援するのかと思いきや、その真逆で撤退を要求しました。大統領のアイゼンハワーが世論を気にしたことや、ソ連との対立を回避しようとしたことなど複数の要因によるものです。これにより中東はソ連の影響力が強まり、イギリスやフランスの影響力は失われました。ソ連は軍需産業の発展によりアメリカに匹敵する攻撃力をつけ、西ヨーロッパに何百もの長距離ミサイルを配備しました。これに対しアメリカもソ連に向けてミサイルを配備しました。中国はソ連と政治戦略の違いや意見の不一致が目立ち始めたため、ソ連との協調をやめて独自に覇権国となることを目指します。それ以外にも多くの国々が非同盟運動と呼ばれる組織を作り、米ソどちらにもつかず中立を宣言しました。しかし南アメリカ大陸ではアメリカの影響でほぼ全域が資本主義となりました。キューバももともとはアメリカの傀儡国家でしたが、フィデル・カストロとチェ・ゲバラの革命により社会主義国に覆りました。キューバはアメリカとの関係が一気に悪化し、ソ連と急接近します。ソ連はキューバに兵士と軍艦を送り、いざとなれば至近距離でアメリカを攻撃できるようミサイル基地を建築し始めます。アメリカはソ連からの船が入ってこれないよう海上封鎖を実施し、両国の緊張はピークに達しました。この対立には全世界が固唾を飲み、第三次世界大戦が始まるかと恐怖しました。しかし両国の首脳が直接交渉し、アメリカがキューバに侵攻しないことを約束する代わりに、ソ連がキューバからミサイル基地を撤去することで核戦争は回避されました。これにて世界平和の実現とはならないのです。アメリカはベトナムが共産主義化することを恐れていました。一国が共産化すればその周辺国も影響を受けて次々に共産化する恐れがあるからです。そのため50万もの兵を配備して北ベトナムからの侵略に備えました。フランスは平和的な解決策を模索しており、アメリカとの方針の違いが大きくなっていきました。西側諸国ではアメリカが核兵器を独占しているという状況にも反発し、フランスは NATO を脱退しました。1975年、北ベトナムは南ベトナムに勝利しました。南を支援していたアメリカでは国内の反戦運動が盛んになり、戦争を継続できなかったのです。北ベトナムの勝利により世界におけるソ連の影響力が強まりました。ソ連はまたアフリカで共産主義陣営を支援し勢力を増やしていきました。中東においてもアフガニスタンに軍隊を派遣し社会主義政権を支援、西側諸国が支援する反政府ゲリラに対抗しました。ソ連はまた西ヨーロッパに向けられたミサイルをより高性能なものに置き換え、西側諸国を恐れさせます。こうなるとアメリカも対抗してミサイルを増強するため、また軍拡競争が激しくなり始めました。ソ連は国民総生産の 14% という巨額な費用を軍備拡張に充てますが、それは経済的に大きな負担となりました。軍拡競争にお金を使いすぎたことなどによりソ連の経済は悪化し、国内の不満が高まりました。経済改革を試みるものの成果は上がりません。そんな中で2つの大国は互いの軍備を縮小するために交渉を重ねます。ソ連はアフガニスタンから撤退し、アフリカの共産主義陣営への資金援助もやめました。経済や政治を立て直すために引き続き改革を試みますが、うまくいかずむしろ逆効果となって政治的な混乱や人々の貧困をもたらしました。ベルリンの壁が破壊され、東西に分断していたドイツは再統一を果たし、この出来事は冷戦終了の象徴となりました。1991年、ソ連は崩壊。それまでソ連の一部だった15の共和国はそれぞれ独立国家となりました。こうして冷戦は幕を閉じました。